レイモンド・アーサー・ダートは、オーストラリア出身の人類学者。1924年、世界で初めてアウストラロピテクスの化石を発見した、ことで知られている。1893年、オーストラリアのクイーンズランド州ブリスベンで、畜産農家の9人兄弟の5番目として生まれた。クイーンズランド大学で、奨学金を得て、医学を学んだ。卒業後は、 シドニーで研修医を務めた後、イギリスに渡り、第一次世界大戦では、従軍医師として、イギリス軍の部隊に参加した。戦後、マンチェスター大学で助手の職を得る。1922年に、南アフリカのヨハネスブルグへと渡り、ウィットー・オータズランド大学で教職を得る。解剖学の授業で、女子学生が、ヒヒの頭骨を持参したのに興味を持ち、 このヒヒの骨が出土したというスタークフォンテインの洞窟で石灰石を切り出していた会社に化石が出土した場合は連絡するように伝えた。1924年11月、この洞窟のタウング堆積層からルジンザルによく似た頭骨の化石を岩の中に認め、ダートはすぐに発掘を始めた。1ヶ月かけて丁寧に岩から取り出された頭骨は6歳くらいかと。 推定される幼獣のもので、頭頂骨や後頭骨は失われていたが、顔面部はよく保存され、石灰岩が入り込んで脳の形が残されていた。だとは、一見して類人猿を思わせるが、脳が大きく眼下上流器も弱い、この頭骨が人と類人猿の中間にあたる化石と判断、すぐさま論文を執筆して、翌1925年に、ネイチャー氏に投稿した。 発表直後ダートの論文は称賛されたりもしたが、イギリス本国の科学者たちは否定的であった。ダートの化石の複製品がイギリスで開催されていた博覧会に展示された。しかし、これを見た当時の古生物学の権威らは、類人猿の化石と判断し、ダートの説を否定した。一般人からも猿と人を結びつけるのは、キリスト教の教えに反するとして、 多くの非難が寄せられたと言われる。唯一、スコットランド出身で、南アフリカに移住したばかりの医師である、ロバート・ブルームだけは、肯定的であった。1931年に、ダートは、ロンドンに出向き、アウストラロピテクスの正当性を主張した。しかし、北京エンジンの発見により、ダートの発見は話題に、されることもなくなってしまった。その後、ダートは、 化石発掘を諦め、解剖学の研究に集中。1925年から1943年まで解剖学部の学部長を務めた。1930年代後半から1940年代前半に、南アフリカに渡ったブルームの手により、アウストラロピテクスの化石が次々と発見された。特に1947年に、 ブルームらにより完全な頭骨が発見される。これによりダートの発見した頭骨の化石もアウストラロピテクスアフリカノスであると判断されるようになり、ダートの名誉は回復した。1940年代後半から、ダートは再び化石発掘を行うようになり、いくつかの人類化石を発掘した。ダートが発見したエンジンは眼鏡に火を使ったと信じ、化石に アウストラロピテクスプロメテウスと名付けられた。ありがとうございます。